奥絹温泉郷は、栃木県日光市川又にある温泉の総称である。温泉郷のエリアは、一般に目音淵温泉より、先のエリアを指す。絹川の源流部付近にあり、絹沼、尾勢の登山客の利用も多い。いずれも一軒宿である。これらをまとめて、奥絹4、湯とも呼ばれる。それぞれ、源泉はバラバラであり、八丁の湯は八つ。 カニ湯は5つの源泉を使用している。日帰り入浴を実施している温泉は、八丁湯、カニ湯、日、三沢温泉のみでて白沢温泉は行っていない。入浴料800円は、八丁湯、カニ湯500円は、秘密沢温泉。近隣には他にも温泉が自噴しているの湯が多数あり、天然記念物にもなっている、湯沢噴泉等などがある。温泉が発見された時期は不明。 古くから地元の人が利用していた温泉郷が形成されていったのは昭和初期である。温泉郷内の各宿に電気、電話が引かれたのが1986年になってからであり、それまでは各宿ともランプや自家発電の宿であった。さらに奥絹スーパー林道が1988年に 開通するまでは交通アクセスも徒歩に限られ、容易に訪れることのできない人であった。ただし、奥絹スーパー林道開通後も、道林道は日光国立公園内にあることから一般車の往来は制限されており、蟹湯と八丁の湯はバス送迎を行っているが、それ以外はタクシー、または徒歩、自転車で往来可能である。絹沼から絹沼山奥絹温泉郷の周囲は、 絹川源流域にあたり、湿原と山、急旬な斜面を流れ下る川で構成されている。ただし、蒸気はいずれも、目音トフ温泉までの所要時間である。目音トフ温泉からは、奥絹スーパー林道だが、一般車は通行禁止で、送迎バス、またはタクシー、または遊歩道経由徒歩1時間10分となる。ありがとうございます。